Thank <laughs> you. では始ま,りました共通テストリスニング対策講座第4問一1、2、2問ですと話を聞きそれぞれの答えとして最も適切なものを選択肢の力を選びなさいという配音声は1回しか上がりませんので4回ですね。女の子がペットの猫サクラについて話します。話を聞きその内容を表したいらストーリーから4を聞こえてくる順番に並べなさいという,うに、ね、4コマ漫画ですね。これをきちんとストーリー通りに並べなさいという問題になりますね。さあそれでは聞いてみましょう。Question No.1 Last Saturday When my grandmother opened the front door of our house, our family cat, Sakura, ran out to chase a bird. My grandmother tried to catch her, but Sakura was too fast. My family began looking for her. When it got too dark to see, we gave up our search for the night. We were so sad. I placed food and water outside the door in case Sakura came home. The next morning, I ran to the door to check the food. The food had been eaten, but Sakura wasn't there. Then suddenly, from behind the bushes, I heard a soft meow. ははい、それでは行ってみますね。動作がいろいろと載っているわけですけども、はい、全然違うから今回はだいぶ楽だったと思います。ね。同じような絵とかになってるとねわ、えー、かりなくなっちゃうんですけどね。えー、ダジャレじゃないですよ。Last Saturday when my grandmother opened the front door of our house。はい、グランマが opened the front door of our house って言ってますから、えー、その動作にぴったりなのはこれですよね。 どう見てもね。our family cast sakura ran out to chase a b i r d 鳥を追っかけて外に出てったわけですね。はい、これもぴったりですね。ちょっと鳥は映ってないですけどね。my grandmother tried to catch her。but sakura was too fast。ね、早すぎ。my family began l o o k i n g for her。family。 探し始めて look for 探すですね。はい、これがぴったりですね。When it got too dark to see 暗くなっちゃってもう見えなくなったと。We gave up our search for the night. ここに関するものは映ってないですね。We were sad これも映ってないですね。I placed food and water outside the door in case Sakura came home. はい、これですね。p l a c e 場所って意味だけじゃなくてどうしようは置くっていう意味でも使うことだけですね。で、put と同じように put something どこどこっていう形でこのどこどこっていうのがなきゃダメなんですよ。結構多くの人がですね、ただただ置くって意味で使えると思って ですけそうじゃダメです。場所っていう。まあ福祉区だったり、全地区なんかを置く必要がありますね。今回もアウトサイダードアいっていう風になってますよね。はい、円形図こうするといけないから、とかこれに備えてってやつですね。はい、桜が戻ってくるのに備えてはいということで。 The next morning, I ran to the door to check the food. ですね。はい、フードをチェックしに行ったと、次の朝 The food had been eaten. ですね。はい、もう食べられちゃってなかったよと言ってるんですね。But Sakura wasn't there. Sakura はいなかった。Then suddenly, 突然、from behind the b u s h e s はい、bush, っていうのがこうね。まさにこれですね。これね。I heard a soft meow. Meow. がこれですね。といった感じで、えー、きちんとね、動作に当てはまるものをね、見つけてやれば大丈夫です。まあ、ど,どんな絵が出てくるのかわかんないので、まだね、一回も行われてない試験ですから、答えに関係ある場所をちゃんと聞き抜くっていうのがね、大事です。答えに 関係ない情報もたたくさん出てきましたよねその中からまさにスキャニングですね関係ある情報を聞き抜くことそして状況と音を合わせる日本語訳を通さずに合わせるっていうね力が問われてるわけですよそしてこのストーリーチェックのやつね場面の転換とかはねとっても大事になるわけじゃないですかでだからスピーキングテストでよく出てくるわけですよ英検とかでもねまあ、この問題は結構できた人が多かったんじゃないかなと思います。 はい続いていきます。あなたは海岸インターンシップで旅行代理店の手伝いをしています。インターンシップね、私もね、ビザ発行の代理店でやってましたけど、ツアーの料金についての説明を聞き、下の表の4つの空欄20から23に当てはめるのに最も適切なものを5つの選択肢、1から5ら1つずつ選びなさいと。選択肢は2回以上使っても構いません。そうですね、2回以上使えますからね、同じものを使ってもいいんですからね。はい、これが表ですね。まあ、こういう表をね、一瞬で理解するというのもすごく大事になりますよね。This is the list of outdoor tours that we offer. I haven't filled in the price column yet, so could you help me complete it? The prices depend on how long each tour is. The price is $70 for tours up to one hour and $100 for tours over 60 minutes up to 90 minutes. We charge $50 for each additional hour over 90 minutes. はい、どうだったでしょう表とかね、こういうのが出てくるわけですよ。 ここに書かれた情報と音声ですね聞こえてきた音声を照らし合わせるっていうのが大事になってくるわけですまあどの4技能試験もねこの聞く力と読む力とか書く力と読む力とか書く力と聞く力とかそういうのをね混ぜて聞きたいんですよその方がリアルライフっていうか音声聞くだけなんてことないわけじゃないですか見て聞いてとかですね見て喋ってとか、ね、いろんな状況があるのでそういうのをやりたいわけですそしてなんといっても数字好きですね本当に本当に共通テスト 好きですから、はい、こういったものに慣れていかなきゃいけません。This is the list of outdoor tours that we offer. です、ね、私がオファーするアウトドアツアーのリストと。はい、I haven't filled in the price column yet、ね。まだプライスのコラム、これですね。 ね、この間ね、うちのホームページね、デザインしてくれてる友達が、カラムって言ってて、ホームページもう一個カラム増やした方がいいんじゃないえ、何カラムって思って、あ、コラムのことか。ね、カラムって英語みたいに言うんだなって思ったんですけど、Could you help me complete it? ですね。はい、help 人原型なんていうのができたりしますけどね。はい、complete it. ね、finish ですね。これを終わらせるのを手伝ってくんないってですね。ま Complete、あ、にはね、記入するっていうね、Fill out the form, complete the form とかねえ、そういう意味でも出てきますね。はい、the prices depend on how long each t o r is.、ね はい、プライスっていうのはこれ次第。ね、どのぐらいの長さかツアーがって言ってます。はい、まだ全然ね、前置きで答えに関するヒント出てきてない。さあ、ここからです。The price is seventy dollars for tours up to one hour。ね、はい、一時間までは七十ドルですよと言ってます。はい、sixty minutes までは七十ドルですというふうに言ってますね。ということで、二十番が二っていうのがわかるんですね。seventy dollars ま、ここ関係ないですけど、ここもそうなんでしょうね。で、and for tours over 60 minutes up to minutes. はい。から90までは100ドルですよという風に言ってますね。え、だから80分っていうのはこの枠に入りますから100ですね。21は100ドルになる。だから3が正解ですね。 で、問題は次です。そう。ここが引っ掛けたかったものなんですよ。はい。120 minutes なわけですよね。答え出さなきゃいけないのは。次が、we charge 50 dollars for each additional hour over 90 minutes. ね。はい。90分を超えるものの、追加の1時間ごとに50ドルが加わりますと言ってるわけです。だから、90から150の間はいくらになりますかプラスで1時間で。 そうそうそう。プラス50。ほら、足し算ですよ。ね、また計算させてよ。150となるので、だから答えは4番です。これ厄介ですよ。気をつけてね。ということは、150を超えて210分までだったらいくらですかそうそうそう。200ですよね。200ドルになる。で、210から270だったら250で、 270より多くて3三百3十0百三十でね百三十までだったら300ドルっていう風になるわけですねだからここ300ドルなんでしょうねっていう風になるわけですねややこしいですよ本当にもうね私も数字苦手な方ですからこういうのねすぐにできるかって言われたらなかなか大変じゃないですか これ邪魔ですかねはい <laughs> はいといいとっったた形だったわけですねいやめんどくさいですねだからきちんとメモをこういうふうにね取っておかないとなんだこれイーチアディショナアワーって何なんだって思ってしまうとなかなか解けない問題だったわけですねそうですこういったメモ書きねこれも是非、えー、いろんなね模試とかやってる中で練習しておいてください <music> やっぱねこの表現さすごいめんどくさいですよねこのね「チャージ」あこれ請求するって意味ですね で、50, で50ドル請求するよって、for each additional hour っていうので、additional ね、追加のですね、extra とかと同じですけど、その1時間加わるごとに前にって言われるから、なんかね、1時間ぴったりだとね、思っちゃう人もいるんですけど、そうじゃないんですよ。まさにこのこっからここまでっていう範囲だっていうふうにね、分かれば正解を選べるんですけど、いやー、これ初見じゃなかなか難しいですよね。あなんか言わないですけね、ここ60 minutes なんか、これ正確には61 minutes でしょっていうふうに、なんか位置付けてくださいとかってね、1時言わないでくださいね。うちのこのこ 教材チェックするネイティブもね、これやって,うわーなにあーって言われるだからこれ1回で聞いて答えるのってかなり大変なんでそうだから表とかを見て自分が一体何をしなきゃいけないのかっていうのを分かっておく必要があるわけですよ。どんな図表が出るかも分かんないし出てきた時にきちんとそれに対応できる力をつけておくっていうのが大事になると思いますね。そして、てといっも、計算。数字に弱い人は、 不利計算しなきゃいけないんだ目もとんなきゃいけないんだ一体どんな図表なんだろうっていうのねそういったことを意識しながら解いていくことをお勧めします。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。